基本的には、うん、演奏者がリードセクションを弾いたりとか綺麗な音を作ってっていう意味合いよりは、うん、どっちかというと一番やっぱりね世の中に普及しているであろうそのフェンダー系のギターああいう音で音楽作りをしたいそういう人向けに制作しようという意図でやったんですけれども、うん、まあこのモデルはその DS の499というのとコンセプトが実は非常によく似ているんですが、うん、違いがありまして、まずはスケールが、はい、いわゆるフェンダースケールという648ミリの現状、はい、で DS の499っていうのは628ミリという現状、はいはい、1インチ違いますけども、はいはい、弦テンションが全然変わる、要はスケールが伸びる、音を合わせるためにチューニングもうちょっと上げて、もうちょっと上げてっていうか引っ張って、やらないと音合わないんでねそうすると弦調が伸びて弦のテンションが上がる、でそのテンションのバランスとかを見るとやっぱり弾き慣れた1弦から6弦までの弦テンションを取れるようにということで、ヘッドも、カタレンの製品にしてあります。あ、そっか、499は違いますもんね。そうなんですよ。でやっぱりスケールと弦の張り方によってやっぱりテンションっていうのは皆さん弾き慣れしてますんでね、まあそういう意味合いでスタッジでは動いて、一番スケール短いやつで音の合わせが難しいんですよ弦調短いもんだから音の狂いが微妙に分かりやすいっていうかななんで割と避けてたりとか、まあただその中でトレモロ使いてえしフェンダーみたいな感じで弾きてえしって言って、かといってじゃあムスタングとかああいうショートスケールの雰囲気じゃなく普通に弾けるっていう意味合いで DS の499っていうのを作ったんですけども、今度はその次の段階としていわゆる弾き慣れてるスケールで弾き慣れてるテンションで弾きたいということで、このモデルを作ったんですけども、アメリカで生まれた楽器、アメリカでどう評価、どのような形での評価を取れれば美しいのかなっていうところで、あえてメイドインジャパンとか、デザインドバイジャパンみたいな、はい、そういうことをせずにアメリカ人の手で作ってみて、それがどうなるんだろうっていう投げかけのつもりで考えてましたんで、まあティム・ウィルソンっていうスギギターズ USA の代表をやってますけども、彼に話をしてスタートしたというモデルですね。ですので作る場所変わると音も変わる、はい、なのでこの商品については入ってきたやつはうちでの設定変更はしてません。なんで弾き心地もね、今のここの工場で作ってるジャパン製のスギギターに比べると違いは感じると思うんですけれども、それはそれで全てのことがやっぱり音にも反映されてくるんだろうなって発想もありますので、そういった商品ですかね、はい。じゃあこの生産に関してはこちらの工房の方からこういったものを生産するっていう、なんていうか、そうですね、図面をうちから出して、はい、まあこれ立ち上げの時にね、うち の今組み立てやってる杉本龍吾が現地行って、数日間一緒に組み立てをしながら、うちの基本基準はこうですよと、その中で彼なりのアレンジを入れてくれるという話で、スタートしてます、うん。ティム・ウィルソンはシャーベルが立ち上がった時から工場長をずっとやっておりまして、コンパウンドレディアスは彼が考案はね、グローバーかな、グローバージャクソンが考案して、それをティム・ウィルソンが全部計算して、ものにして、やったということで、実はこのギターは、アメリカ製のレインメーカー、レインメーカーベース2についてはすべて、コンパウンドレディアンスになってます、はいはい、うん、ここはでも大きなポイントですよね。そこはそうですね、うん、その割に何も宣伝してないという、意外とそうなんですよね割となんていうんですかね、販売する側は分かってはいるんですけどそうなんですよ、
で結構お客様もそこまでこう注目してる方っていうのももちろんいらっしゃるんですけども、どちらかというと割とギターってこう持った時のそうですね、雰囲気というか感触フィーリングでお選びになる方も多いので、そうですね、あの弾いて音がびらんつまらないよとかね、うん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 、そういったとこもあるかと思うんで ね、 そうですね、品物良ければ全てよしなんだっていう感じかな、うん、ただまあそういったあの理論に基づいたあの裏付けがされたあの設計になってるっていうことですもんね。そうですね、はい、先ほどそのトレモロっていうお話がありましたけど、これに関しては、これはねウリキンソンさんの ね、 ね、はい、VG300 ですね。でピックアップレイアウトが、シングルと実はテレキャスターは私好きなもんで、はい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 、あのこのモデルについてはレギュラーはテレキャスターのピックアップです、はい、でリアがハムになっていて、はい、でまあ、どちらもうちでのデザインでやってます、はい、で、あのこれがリアのピックアップのタップです。はいはいはい、1ですね、はい、でボリュームとトーンがあって、そうですね、トーンのプルでタップになるというところですよね、はい、で、2ピックアップなんで単純にあの3ウェイの、はい、非常にシンプルで、そうですね、まあ、なんですかね、そのコントロールの部分に関してはすごくシンプルなオーソドックスなところにはなってますけども、そうですね、あの演奏をしながら逆だな、歌を歌いながら演奏をできるというそういうコンセプトで、あの、はい、フロントマンが持って、飛び回ってもらっていいかなっていうつもりでやった商品ですね。あの実はピックアップも、あのスタートの時っていうのは全てのピックアップで、あのアメリカ製のやつ使ったんですけど、はい、どうやっても音がしっくりこなくて、で全部最終的に最初のロットから全部取り替えましたね。おお、なるほど、なるほど、まあそんな経緯もあってやっぱり自分らで気に入ったようにやるっていう、はい、どういった方にこれはおすすめしたいっていう杉本さんとしては、あれだね、やっぱりフロントマン持ちながらコードストロークガンガンみたいな、はいはい、そういうところがあので使ってもらえれば一番いいかなと思いますね、うん、ただ単純にあのストロークしかでやらねえぞっていうんじゃなく、あの使い方によってはリードセクションも十分対応できるように、うんうん、歪みもきれいに出ますし、はい、まあ、あの構造上ね、フラットトップで、あのソリッドボーで、アルダーバスとアッシュのどれかなんですけども、うん、レゾナンスもあの逆に今の DS の496に比べてありますんでね、うん、496ほど音がクリアに出るかといったらそうでもないんですけども、はい、それでもまあ甘くならずに音前出るんじゃないかなと思ってます、ね、メイドインジャパンのものはカチッとしてるというか、あの印象としては、でそこに対してそのレインメーカーってもう少しこう何ていうんですかね、ざっくばらんな音というか、まあルーズさを持ってるというかね、そうですね、なんか私個人的にはそういうイメージを持ってるんですけど、そうですね、そういう認識でいいんですかね、よろしいですね、うん、まああの同じものを違う格好で作っても面白くもないしねなるほど、じゃあまあ見た感じはその499みたいなあのテイストのルックスにはなっているけれども、コンセプトっていうのがやっぱちょっと異なっているっていう位置づけのものですよね。はい、そうですね。あと何か言い残したことは大丈夫ですか？まああのモデルによってはね、これアルミのパネルついてるんですけども、はい、ああそうですね、まあ、非常にこれ大昔はこんなようなこともやったんですけどね、まあここ20年ぐらいの時にはそういったデザインってあまりなかったんですけども、まあ、シールドをきちっとしたりとかね、うん、そういうのもありつつこういう格好にはなってるんですけど、あの場合によってはね、これワンピースのパネルものもあのラインナップで設けられることもできるんで、うん、まあ、あの過去にもあの何台か作ったことあるんですけど、それはそれでまたね、あの全体にレゾナンス広がって面白いあのうん、より、うん、あのルーズ感が出て、はい、っていうところもありますかね、まあ、まあその辺はそのもし何かこう、まあ、プレイヤーの方のご意向でそういうご要望があれば、そうですね、まあ、おっしゃっていただければ、ね、っていう感じですよね。どんどん島村さんに話してま、 まあでも実際そこはあのやっぱりなんていうんですかね、あの
こう少人数の、まあ、職人さんでやってることで小回りが効くっていうところがすごくありますもんね。そうですね、やっぱりあの音楽作る道具なんだね基本、うん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 、あの床の間飾る床の間なんか今ないよ床の間久しぶりにそうですね、床の間あんま知らないかもしれないですね。そうそう、今時の人たち、そうそうそう、壁に飾って眺めるもよし、はい、だけれども、まあ、この楽器はどん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 使ってもらいたいなっていうところで、演奏中にぶつけようが何しようが、だから出来上がった傷も楽しむ、うん、自分でレリックにして持っていけるような、うん、ところ、あとはその彫り加工も大きく彫ってあるんですよ、はい、なんで例えば SSH がいい、うん、HSH がいいとか、うん、ツーハムとか、うん、スリーシングルとかその辺も、改造できるようになってるんですよね、うん、でもし例えばそういったご要望があった場合は、まあ、これ自体はその USA 製ですけどもそういったカスタマイズっていうのはもうこちらの工房でやっていただくってことですもんね。カスタマイズはの商品があります、はい、ただ今持ってるやつ変えてくれっていうのは、今当社一切受けておりませんのでまあ改造で、なるわいとされてる方たちも当然いるわけなんで、ね、はい、仕事は我々は製造、こちらこちらでやっていただいた方がよろしいかと思ってます。はい、はい、というところで、こちらはレインメーカーですね、はい、USA 製のレインメーカーを、杉本さんにお話を伺いました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。